零零七ゴールドフィンガー。零零七ゴールドフィンガー。セブンゴールドフィンガー。ゴールドフィンガーは、イアン・フレミングの長編小説。零零七第七作。また、1964年の映画。零零七シリーズ。第三作。アカデミー音響効果賞受賞。イアン・フレミングの小説。零零七シリーズ長編第七作。1959年、ジョナサン・ケープより出版された。 日本では1960年に、早川書房から井上和夫役により、早川ポケットミステリで発売された。メキシコでの任務の岐路、マイアミに立ち寄ったイギリス秘密情報部員、ジェームズ・ボンドは、かつてのカジノ・ロワイヤルでの勝負の際同席したデュポンと再会し、彼の頼みで、オーリツク・ゴールド・フィンガーのカードゲーム、カナスタのイカ様を暴いた。ロンドンへ戻ったボンドは、 ゴールドフィンガーが、スメルシュの手先となって、金の密輸を行っているらしいことを聞かされ、その調査を命じられた。調査中、ボンドは、ゴールドフィンガーにらわれ、彼が、アメリカ合衆国のを襲撃して合衆国近海、保管所に貯蔵された近海を脱出し、ソ連の巡洋艦に積み込んで海外に運び去ろうとしていることを知る。007シリーズの第三作にあたる。 イギリスでの公開は9月17日、アメリカは12月21日、日本は1965年4月1日、前作007ロシアより愛を込めてのヒットでシリーズの人気を決定づけたが、この映画でさらに人気を不動のものとしたと言っても過言ではない。頑張れるから始まるオープニングとボンドの活躍、ボンドが世界各地を飛び回る。 旧の研究室に訪れたしたような秘密兵器の説明とそれらの兵器を受け取るボンドカーの登場など現在の零零七シリーズの基礎がこの作品である。また、初めて犯罪組織スペクターが登場しない作品でもある。1965年4月1日に東京は日比谷映画劇場丸の内東宝など東宝洋画系でロードショーを公開され、 配給収入は7億632万円であった。本作は1964年の世界、工業収入で1位の映画となり、日本では1965年に日本映画も含めた工業成績で第1位となった。メキシコで革命家ラミレスの工場を爆破したジェームズ・ボンドは襲ってきたラミレスの手下をバスタブで感電させ帰り討ちにした。その後ボンドは マイアミへ飛び、ホテルで富豪のオーリツクゴールドフィンガーが行っていたカードゲームジンダミーのイカ様を妨害してイカ様の手伝いをしていたジルマスターソンと親密になる。だが、ボンドはゴールドフィンガーの部下オッドジョブに襲われ気絶し、その間にジルは裏切りの向いで全身に金粉を塗られ、皮膚呼吸をできなくされて殺されてしまった。ボンドは M から ゴールドフィンガーの金の密輸に監視調査するよう命令され、彼の経営するゴルフ場で、旧ナチスの金塊、トプリッツコより回収した、その両日に5000ポンドにも上る1940年 SNC の物をエッサにかけゴルフを行う。ボンドはラフに入ったゴールドフィンガーのボールを足で踏みつけ隠すと、オットジョブが偽ボールを用意して、イカサマをしたので、ボールをすり替えて、 ルール違反で負けさせた。ボンドはゴールドフィンガーのロールスロイスにホーマー発進機をつけ彼が乗ったジュネーブ域400便を追う。スイス国内をアストン・マーティン DB5 で尾行中、古河峠で女性がゴールドフィンガーを狙った弾が当たりそうになり、ボンドは彼女の車フォード・マスタング・コンバーチブルを追跡して特殊装備でタイヤをパンクさせる。彼女は ティリー・ソームズと偽名を名乗ったが、実は、ジルの妹ティリー・マスターソンで、ゴールドフィンガーをあだと狙っていたのだった。その夜、ボンドは、王立区社の工場に潜入し、ゴールドフィンガーと、中国工作員のリンとの話を盗み聞き、ロールス・ロイスのボディを18金星に変えて密輸した、ことを知った上に、グランドスラム計画なる言葉を聞く。一方、ティリーは、 ゴールドフィンガーを再度狙撃しようとし、ボンドはそれを阻止するが、二人は一味に発見され、ティリーは夫ジョブに殺されてしまう。捕まったボンドは、一時は職員の隙を突き逃げるも、結局再び捕まってしまい、レーザー光線で殺されそうになるが、グランドスラム計画を知っているとハッタリを言って、救われる。ボンドは女性パイロットのプッシーガロアが操縦する飛行機で、 アメリカのケンタッキー州に連行される。途中、洗面所で、マイリー乗務員の監視をすり抜け、ホーマーを装着する。プッシーガロア空中サーカスがある飛行場に到着後、オーリ立区牧場の地下に監禁されるが、牢獄を抜け出し、グランドスラム計画の概要を盗みに行きする。グランドスラム計画とは、 アメリカ連邦政府が大量の金塊を保管しているガールケンタッキーの上空でプッシーたちの空中サーカスがミスターミッドナイトより手に入れたガスを産。プッシーらはこのガスを吸い込むと24時間失神するが15分間で消滅する神経ガスと説明されており、その報酬でバハマ移住を計画しているが実際は人間を即死させるデルタ級、殺人ガスある。 その後にゴールドフィンガー一味がフォートノックスに入るが、金塊を盗むのではなく、核物質を撒き散らす一種の汚い爆弾を中で爆発させる。金塊は放射性物質で汚染されて58年間は、搬出不可能となり、西側諸国の金価格は冒頭。ゴールドフィンガーが保有している金の価格も急上昇し、彼に協力する中国も、世界的経済混乱から何らかの益を得る。 というものであった。グランドスラム計画に乗らなかったシンジケートのボスの一人、ソーローは、夫ジョブに殺され車、リンカーンコンチネンタルごとスクラップにされてまった。ボンドは、馬小屋で、プッシーガラワと親密になって、彼女を改心させ、CIA に連絡させる一方、散布するガスを詰め替えさせた。グランドスラム計画当日、空中サーカスの散布したガスで、 フォートノックスの兵士たちは倒れ、ゴールドフィンガーらは近海貯蔵庫に入り核物質を撒き散らす爆弾を設置する。しかし死んだふりをしていた兵士らが起き上がって貯蔵庫を攻撃、一味の計画は失敗し、ゴールドフィンガーは工作員のリンを殺し、ボンド、オットジョブ、キッシュを貯蔵庫に閉じ込めたまま逃走した。キッシュは爆弾を停止しようとするが、オットジョブに一階から地下三階。 12メートルに落とされて死ぬ。ボンドは、オッドジョブと格闘して、感電死させ、起爆の7秒手前で爆弾を停止させた。ボンドは、アメリカ大統領に、招待されて、迎えの飛行機に乗る。だが、同期の乗務員は、ゴールドフィンガーとその手下にすり替わっていた。機内での戦いの際に、客席の窓が銃撃で割れ、ゴールドフィンガーは空中に吸い出された。ボンドトップシーは、 辛くもパラシュートで脱出し、助かるのであった。シャーリー・バッシーの歌う同タイトル曲は、映画と共に、世界的な大ヒットとなり、一躍、シャーリー・バッシーの名を世界的に知らしめた。イギリスのミュージック・ウィーク誌では、最高位21位だったが、アメリカのビルボード誌では、最高位第5位を獲得している。また、ジョン・バディ・オーケストラによる同主題歌も、 ビルボード誌でチャート入りを果たし、最高位72位を記録している。さらに、同サウンドトラックアルバムは、007シリーズ史上、唯一の全米第1位を獲得している。シャーリーマイナスの自作、ナウは、全くヒットしなかった。キングレコードから発売の、007TV 放送吹き開発収録特別版 DVD には、ネット版と、 日本テレビ版の計2種類の吹き替えを収録。テレビ放送吹き替え完成版の保管部分のキャストは DVD、BD 版の流用を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。